アイテム番号。SCP-682JP。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。SCP-682JP はサイト、81、内の生物実験施設で半自制を持たせた上で教授場チャンバーに封じ込め。複数の手順を個別に実行することによって収容されます。定期的に電子顕微鏡による状態確認を行い、生命活動を記録し官民状態を維持してください。官民状態の打破や脱皮が確認された場合、実行中の手順を開講するとともに速やかに、手順 A から手順 E の順で循環的に手順を実行してください。現在は、手順 C、11が実行されています。未収容の SCP-682JP については機動部隊M、4、虫捕り少年によって捜索、回収が行われます。新たな SCP-682JP が発見された場合は、手順 A、1から実行し収容してください。別紙 682JP、B 参照。手順 A、12。SCP-682JP を高温に保ち、官民状態を維持してください。官民状態の打破が確認された場合、設定温度を10度ずつ引き上げてください。現段階の設定温度は410度です。手順 B、12。SCP-682JP を超低温に保ち、官民状態を維持してください。官民状態の打破が確認された場合、設定温度を5度ずつ引き下げてください。現段階の設定温度は205度です。手順 C、11。SCP-682JP を高圧に保ち、官民状態を維持してください。官民状態の打破が確認された場合、設定圧力を 0.1GPA ずつ引き上げてください。現段階の設定圧力は 2.0GPA です。手順 B、11。SCP-682JP を高電圧に保ち、官民状態を維持してください。官民状態の打破が確認された場合、設定電圧を 1MV ずつ引き上げてください。現段階の設定電圧は 11MV です。手順 A、11。SCP-682JP を光線用のガンマ線にさらし、官民状態を維持してください。官民状態の打破が確認された場合、設定線量を 100GY ずつ引き上げてください。現段階の設定線量は 1100GY です。説明。SCP-682JP はナルフ動物1の一種に酷似した生物で、現在の体長は25ナノメートル、体重は50グラムです。SCP-682JP は既存のナルフ動物に比べてはるかに強力な耐久性を有しています。耐久実験を複数回行った結果、SCP-682JP は環境の変化を瞬時に察知し、即座に官民状態へ移行することで高い耐久性を得ていることが判明しました。また長期間同じ環境に官民状態に置かれた SCP-682JP は、徐々に周囲の環境に適応し官民状態を打破します。オブジェクト本体の小ささと耐久性、脱皮の行動により SCP-682JP に継続して 60% 以上の損傷を与える試みは現在成功していません。SCP-682JP は一定の期間が経過するか損傷を負うと即座に脱皮を行います。SCP-682JP が脱皮をすると全長は脱皮前のおよそ8に減少しますが、質量は減少することなく維持されています。官民状態から脱皮する場合は、周囲の環境に完全に適応するまで脱皮は行われません。そのため異なるストレスを段階的に与えることで脱皮を妨げる、あるいは遅らせることが可能です。また脱皮前に損傷があった場合、脱皮後に損傷は完治しています。財団が収容して以降、SCP-682JP は7回の脱皮が記録されています。SCP-682JP は197件の山中で巨大なクマムシが発見されたという情報を入手した財団がその維持要請に着目し、収容しました。収容時の全長は 29cm と記録されています。ほい。SCP-682JP の脱皮が今後も続く場合、7回後の脱皮で水素の原子核と同等の大きさに、1回後の脱皮でブラックホールと同等の密度に達すると予測されます。現状では仮定に過ぎませんが、
仮に SCP-682JP がブラックホールに変化しなおかつ生命活動が維持された場合、通常のブラックホールと異なりホーキング放射2を持続しつつ半永久的に存続する可能性があります。